どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。毎週日曜日 TBS 夜9時ラストマン全盲の捜査官ということで、第5話ですね。今回も視聴直後の感想動画となりますのでよろしくお願いいたします。ということで、もうね、5話ということで、10話あればもう折り返し地点ということで、多くのドラマがね、折り返し地点を過ぎてきて、残すところあと半分というとこなんですけど、早いですよね。もう5月、もう6月になって、6月終わったらもう1年の半分終わっちゃうんですよ。やばいですね。ということで、第5話なんですけど、今回もね、1話完結のミステリーとなっております。でね、非常にね、感想なんですけど、やっぱり、ラストマンは面白いですね。シナリオがすごくやっぱりよくできてるなぁと思いました。今回ですね、テーマになるのは、テーマというか、素材として扱われるのは、いわゆるインフルエンサーなんですよね。SNS 系の、YouTube とか、インスタとかですね。今回この料理系インフルエンサーですよ。インフルエンサーっていうのはね、影響力を持っている人っていうことで、この動画を見ている皆さんの中でもね、なりたいっていう人結構いるんじゃないでしょうかね。なんだかよくわかんないけど、インフルエンサーってなんかよくわかんない存在ですよね。なんかよくわかんないけど、みんなからもてはやされて注目されて、どういうわけかお金持ち、お金がいっぱい入ってきて、ゴージャスで、ゴージャスな生活を送っていて、なんかみんなから羨ましいって思われているような、そんな感じがしないでもないのがインフルエンサー。でも、実態はどうなのか、誰も知らないというね。なんて言うんだろう。インフルエンサーに対して、結構世間的には、ダークというかね、悪いイメージを持ってる人も多いんですよね。もてはやす人もたくさんいますけども、それくらい、それと同じぐらいに、うさんくさく思っている人たちも結構いるのがインフルエンサーじゃないでしょうか。だから結構インフルエンサーが少しちょっとなんかね、問題発言しようもんなら、もうみんなで総出で叩いたりしますから、炎上もしやすいですよね、インフルエンサーっていうのは。だから、なんだろうね。みんなから羨望と嫉妬を一身に、集めているっていうか、抱えているみたいなね、向けられているっていう存在なんですよね。で、今回は、殺された人はインフルエンサーですね。料理系インフルエンサー、ナオンっていう方なんですね。それはそうと、今回、この福山雅治演じる南の、また新しい個人情報が出てきましたけども、南はですね、バツイチだったんですね。知らなかった。てっきりなんか、独身貴族かと思っていたけど、現在独身ですけど、バツイチだって言いましたね。どういうバツイチなんですかね。別れたのか、それとも死別なのか。でも、盲目ですからね。こう、目が見えないということで、その結婚相手も、それなりに覚悟がいりますよね。福山も若い、おそらく結婚前から、目が見えなくなったはずですから、とするとね、結婚相手もかなり、こう、覚悟を持って結婚したけども、別れちゃったのか、それとも、死別？病気とか、もしくは犯罪に巻き込まれて、殺されてしまったのか。もしかしたらね、なんか犯罪に巻き込まれて、殺されたのかもしれないし、病気で亡くなったのかもしれないし、ただあまりこう、南がバツイチなんです、バツイチなんですって言った時は、なんかね、あんまり悲壮感が漂っていなかったので、単に性格のホエッチから別れたのかもしれないですね。でもこんなイケメンで、でもね、目が見えない旦那を捨てるって結構どうかなと思うわけですけど、となるとやっぱり南に相当性格に難があったのか、それとも相手の女性がもうやっぱりこのついていけないとか、もう支えられないと思ったのか、どうなんですかね。それはともかくですね、今回、ナオンっていう料理系インフルエンサーが殺されてしまいます。強盗殺人事件なんですね。で、テーブルには料理が並べられて、食事しながら、で、食事をしつつ、遺体はですね、風呂上がりを狙われたらしいんですよね。ご飯を食べた後、お風呂に入って、そのお風呂から出てきたところをガラスを破って侵入した何者かによって、殺されたと。それは今までと
同じ手口だったってことなんですよ。今までも何度かそういった手口があったわけですね。で、南が犬の足にオリーブオイルが付着していることに気づきます。で、その、ナオンさんのテーブルの上には料理が並べられていたんですけども、サラダがないということで、まあ、野菜ですね、野菜系の料理がないということで、みんなもちょっとね、違和感を覚えているわけですよね。まあ、ナオンさんの今までのこの料理のインスタとかを見る限り、それはちょっとありえないだろうということで、そこら辺はね、南も若干気になっていて、犬の足にオリーブオイルが付着していたっていうこと、これが一つポイントになるわけですよね。で、まあ南はですね、まあこれをきっかけにとりあえず、料理系インフルエンサーを調べてみましょうということで、そのプロダクションっていうんですかね、なんていうんだったっけ、ああいう、YouTuber の、まあ、事務所みたいなとこ行くわけですよね。彼らのマネージャーとかマネジメントをしている会社に行くわけですけども、そこでね、やっぱり人気料理系インフルエンサーっていうのは何人も登録されているわけですけども、殺されたナオンさんっていうのは、まあ、業界第2位のインフルエンサーなんですよね。で、ナンバー2がですね、ナンバー3が青島っていう、料理インフルエンサーでして、そして第1位がかなかなというインフルエンサーなんですよ。で、まあ青島にも話を聞いて、で今度かなかな第3位の青島にも話を聞いて、第1位のかなかなのとこにも話を聞きに行くわけなんですけども、ナンバーワンのね、カナカナは、とにかく顔を出せないインフルエンサーらしくて、まあ、いますよね、YouTube でも。まあ、僕もそうですけどね、基本。YouTube では、ほとんど顔を出したことがないというか、まあ、ほぼ顔を出さないわけですけども。で、まあ、なんていうか、こう、コミュ障というか、ちょっとこう、人前に顔を出せない人らしくて、で、今、体調も悪いので、寝込んでいるから対応できないということで、実の娘さんとマネージャーが対応しているということになります。で、まあ、変な手紙がね、カナカナの元には届いていて、カナカナは狙われているっていう文章なんですけど、でも、お前を殺すとかだったらわかるけどね。まあ、脅迫なんですけど、カナカナは狙われているという文章。これは脅迫ではなくて、警告文ではないかと。確かにそうですよね。脅迫だったら、お前を殺すとか、そういう文章しますもんね。あなたは狙われていますよですから、これはま、警告文ですよね。やがてですね、今度、古郡信武という人物が上がってきます。料理系インフルエンサーばかりへ、不正アクセスしている人物なんですね。で、このね、それまたそのタイミングで今度、インフルエンサー第3位のね、青島、先ほど聞き込みに行った青島なんですけども、なんかまた襲われたらしいんですよね。強盗事件です。頭から血を流して倒れている。で、後ろから殴られたと。で、古郡信武の写真を見せたら、あ、こいつですと。古郡に殴られたと。で、古郡はカナカナの元旦那なんですよ、実はね。はい。というわけで、今回の一連の事件は、古郡信武による犯行ではないかということで、はい、今までにも何回かね、強盗事件が起こっているわけですよね。料理系インフルエンサーばかりを狙った、強盗事件が起きているんですけども、まあ、ナオンさんが初めての殺人事件になったわけですよね。で、この一連の事件、古郡信武ということで、警察は、指名手配をかけるわけなんですけども、まあ、南はやはりね、いやいやいや、古郡ではないんじゃないかということで、まあ、独自に捜査と推理を進めていって、彼らは最終的にたどり着いたのが、青島ですね。インフルエンサー第3位の青島なんですよ。なんで青島かっていうと、実はですね、ナオンは料理ができなかったんですね。
殺されたナオンは料理系インフルエンサーでありながら、実は料理はできない人だったんですよ。他の友人たちが作っていた料理を、アップして、まあ、自分がさも作っていたかのような、まあ、演出をしていたと。まあ、もしかしたらね、その友人たちにもお金は、まあ、それなりの報酬を与えていたのかもしれないですけども、まあ、一応そんな感じでインフルエンサーとして自分がさも作っているかのようなインフルエンサーとして演出していたんですが、実はナオンさんは料理が全然できなかったわけなんですよね。はい、でそのことを青島は知らなかったわけですよ。つまりその殺された日にですね、ナオンの作ったと思われる料理がテーブルの上に乗っていたと。だけどその今までナオンの代わりに料理を作っていた人たちは調べてみたら、誰一人としてその日は料理をやっていない、作っていないっていうわけですよね。じゃあこの料理誰が作ったのって、それは犯人しかいないでしょうと。はい、で犯人なんですけども、南はですね、青島を目したわけですね。青島が犯人だと。なぜならサラダがなかったわけですよね。サラダが置いてなかった。いや、サラダがないなんて明らかにおかしいわけですよ。今までのこのインフル、インスタとかの映像とか今過去のやつを見る限り、サラダが置いていないっていうのはね、自然派料理ですから、自然派料理を結構強調する人なので、ナオンの料理にサラダがないっていうことは明らかにおかしいということで、犯人は何らかの理由でサラダを処分したのではないかと。でなぜ犯人がサラダを処分したかというと、それはねドレッシングなんですよ。青島はスパイスの女王って言われてたみたいで、まあ、とにかくスパイスにただならぬこだわりを持っていて、おそらくそのサラダにも自分のドレッシング、スパイスを自分の、独自のスパイスのドレッシングを使ったということで、そのドレッシングを調べていけば、DNA 鑑定で調べていけば成分がわかる。でそのこと、やがてそれは青島につながるだろうということで、スパイスをね、処分した。だけどその時に、まあ、こぼしちゃったんですかね。こぼしちゃって、それを犬が踏んづけて、犬の足に、そのドレッシングがね付着して、でそのドレッシングを調べて DNA 鑑定してみたら、それが青島の使っていたドレッシングだったということで、まあ、犯人確定っていう流れなんですよね。で青島が犯人なんですけど、まあ、フルゴーリは実は青島に脅迫されていたわけなんですよ。でナオンが、ね、殺されたナオンがですね、殺されたというニュースが流れた時、フォロワー数が一気に伸びたんですよね。そこで青島は考えました。同じように自分も強盗に襲われればフォロワー数が増えるんじゃないかということで、フルゴーリを脅迫して脅してですね、殴らせたと。強盗のように見せかけて殴らせたということですね。いや、まさにね、フォロワー数を増やすがためにそんなことまでやるんだと。まさにインフルエンサーの悲哀ですよね。で結局、まあ、最終的には犯人青島は観念して、犯行を認めるわけなんですけど、なんでねそんなことをしたのかっていうと、やっぱりフォロワー数が欲しかったとかね、インフルエンサーの悲哀ですよね。フォロワー数を増やすためにだったら何でもやると。でナオンは第、ナオンは第2位だったわけですよね。ナオンを殺せば自分は今度2位に浮上できるというわけですよ。まずはとりあえず1個上の人物を殺して自分自身が第2位になろうと、やがてはカナカナを超えていこうと思ってたわけですよね。でもどんなに今まで頑張っても、どんなに料理をね研鑽して頑張っても、カナカナ、お弁当を作ってるだけのカナカナを超えられない。カナカナさんっていうのは第1位なんですけど、まあ、いわゆる家庭的なお弁当作りの料理系インフルエンサーなんですよ。自分は、青島はもうプロ顔負けの料理を作っているのに、お弁当ばかりを作っているカナカナをどうしても超えることができないと。一体それはどういうことなんだみたいなことを言うわけなんだけども、南は、青島の料理は確かに美味しいけども、毎日食べたいと思う料理ではない。その分、その点カナカナのお弁当は毎日でも食べたいと思う、そういう料理であると。結局南は目が見えないから、
見た目なんかどうでもいいんですよね。盛り付けなんて分かんないわけですよ。だからこそ中身で判断する、中身を見抜かれてしまうわけですよね。だから南にとってカナカナは毎日食べたい料理だけど、青島の料理は確かに美味しいけども毎日食べたいと思う料理ではないと、まあ、そこでねがっくり来る青島なんですけど、さあ今からね警察署に連行って言った段階で最後にスマホを見せてくださいって言うんですよ。自分が殴られて強盗にあったってことがニュースになったことで、もしかしたらカナカナを今超えられているかもしれない、アクセス数だけ確認させてくださいお願いしますって言うんですけど、そのまま、署に引っ張られてしまいましたというね。いやー、インフルエンサーの悲哀ですね。もう数字にもう踊らされてるっていうか取りつかれちゃってるんですよね。中身とかそういうんじゃないんですよ。もう彼らが気になるのはフォロワー数とかコメントとかいいねの数なんですよ。もう数字にとらわれ取りつかれちゃってるわけですよね。まあ僕も、YouTube とか Twitter やってるんで、まあ、気持ちわからないでもないですね。こうやって数字が伸びていくのは嬉しいし、コメントつくのもやっぱり嬉しいですしね。やっぱりなんかこういろんな動画出してるうちにですね、すごく伸びる動画と全く伸びない動画っていうのがあるわけですよ。やっぱり全く伸びない動画出しちゃうと、伸びないとですね、やっぱりちょっとがっかりはしますよね。ああ見てくれないんだ、みんなこういうのに興味、こういうのには興味ないんだなとかね。まあ僕は大体映画とかドラマが多いですから、ああ結構いい映画なのに伸びないのかみたいな感じになっちゃうんですよね。だから本当はね、伸びる動画ばかりを作るのがいいんでしょうけどね。そうなるとやっぱりミニシアター系の映画とか、あとインディーズの映画とかね、ドラマっていうのは、まあ、基本見る人がほとんどいませんから、まあ、伸びようがないわけですよね。まあだけど、まあこういう民放のテレビドラマとか、あとはまあコナンだのね、スーパーマリオとか、ああいう誰もが多くの人たちが見る映画っていうのは、まあ出せばね、自動的に伸びるわけですよね。まあだからといってね、あまりにもこのアクセス数とかいいねとか、そんなのばっかり意識していたら、結局、なんだろう、まあそういう YouTuber 多いですからね。売れてるっていうか、再生数を伸ばせる作品だけを扱ってるっていう YouTuber の方が多分圧倒的多いと思うんですよね。僕みたいに B 級とかミニシアターを扱ってる人ってあんまいないのはそういうことなんですよ。やっても伸びないからってことになるんですね。まあそうなるとみんなと同じような動画になっちゃうのもいかがなものかなということで、まあ僕はね、なるべくもうアクセス数っていうのは気にしない、まあ気にはなるんですけどね、気にしないようにやってはいるんですけども、まあでもある程度ね、フォロワー数をがある、もうましてやこう、それを本業としているような人は、やっぱりアクセス数とかいいねとかフォロワー数っていうのは、もう生命線ですからね。自分の生活に直結してますからね。まあ僕は別に本業でも何でもないんで、まだそこまで気にすることはないんですけど、まあそれが生活になってる人はもうそれがもうね、本職になってる人には生活には直結する話なので、まあそこはやっぱりこだわっていかなきゃいけないんでしょうね。はい。でね、今回またね、うまいなと思うのはね、この、まあ脚本家、黒岩努さんが手掛けてるんですけど、毎回必ずね、ラストに一ひねりがあるんですよ。はい。カナカナが顔出さなかったんで、何かあるんだろうなとは思っていましたけど、そうなんです。実はカナカナって、まあ娘がね、お母さんが今顔出せないとか、ちょっと病気で顔出せ、体調が悪いんで顔出せないって言ってましたけど、実はカナカナは存在しなかったんですよね。いや、しないわけじゃなくて、実は娘がカナカナだったんですよね。はい。お母さんは、もう結構前に、実は家を出て行ってしまって、彼女の家にお母さんいないわけですよ。現在、お母さん行方不明中なんですよね。で、それを、実はもう南はかなり早い段階から見抜いていて、まあ娘さんとね、握手をした時に、手に、包丁だこがあったんですよね。それをもう感触として察知したんで、あ、カナカナはこの娘さんがやっているんだなっていうことで。じゃあなんでね、娘さんがそんなことをし、まだ中学生か小学生か中学生ぐらい、中学生ぐらいの女の子なんですけども、お母さんが出て行ったことによって、まあ、保護施設にやっぱり入りたくないじゃないですか。保護施設には入らないよう、あとお母さんがね、
お弁当を毎日作ってくれるように見せかけたわけですよ。まあ、それによって保護施設に入らないで済むっていうわけなんですよね。で、なおかつ、収入も得ていたから生活費も困らないということで、まあ、彼女も、まあ、いわゆる一種プロのインフルエンサー、顔を出さないインフルエンサーだったわけですよ。だから彼女はね、みなみに謝るわけです。これ嘘をついてごめんなさいって。まあ今回逮捕された青島はまさに嘘と虚構と見栄のね、倍ばっかりを意識した、まあ世間一般的にイメージする悪いイメージの、インフルエンサーだったわけですけど、このかなかなちゃんの娘さんはですね、まあこの女の子は、自分を守るためのインフルエンサーだったんですよね。だけどみなみは言うんですよね、実はあなたはお母さんにその料理を見せたかったんじゃないのかと、この料理を作ってどこかでお母さんが見ていてくれるだろう、だからいいねとかをしてくれてるかもしれないと、これはもうみんなが幸せになる嘘だから、これは素敵なことなんだよっていうことで、いやこういうとこうまいですよね。なんか青島を使ってインフルエンサーの悪いイメージですよね、世間一般の悪いイメージを描きつつも、だけどそればかりじゃないよと、インフルエンサーだっていいところあるんだよっていうことで、インフルエンサーの良い部分、素晴らしさっていうのもきちんとね、悪い部分といい部分の両面を見せてくれているっていう、まさにそれがね、今回のひっくり返しになってますからね。青島が悪いインフルエンサーで、かなかなは、まあそういう意味でいいインフルエンサーということで、みんなを幸せにするインフルエンサーということで、お互い、まあ虚構であり、嘘にはまみれてはいるんだけども、やっぱり悪い嘘といい嘘ということで、きちんと対比して描いてるってね。で、それがまた、こう、ちょっとしたひねりというか、どんでん返しに結びついてるっていうことで、いや、ほんとね、今回はね、まあ正直プロットに関してはね、ミステリーのプロットに対し関しては、今までのね、過去のドラマの方が、過去のストーリーの方が、いくつかいいのあったと思うんですけど、まあ今回はね、ちょっとミステリーとしては薄味だなと。まあかなり無理もありますからね。フルゴーリを脅迫したとかね。なんでフルゴーリがそこまでしなきゃいけないのかとか、サラダをね、捨てるぐらいだったから、ドレッシング使わなきゃいいじゃんとかね。なんかいろいろ突っ込みどころは結構あるんですけども、まあこういう、ちょっとしたこう組み立て、インフルエンサーのね、描き方をこのようにひっくり返すことで見せていくっていうのはね、まあなかなか素晴らしいな。まあさすがにね、脚本家としても、まあ黒岩さんが何から何までやってると思わないんですけどね、もしかしたら、チームが、脚本家チームがあって、まあアイデア出しをしている人、スタッフが多分何人かいるんでしょうね、きっとチームでやってるとは思うんですけども、まあ1話完結のドラマだと、まあなんだろう、とっておきはあんまり出してこないですね、ミステリーは。やっぱりとっておきっていうのは一本の長編映画とか、そちらにとっておくもんなんでしょうね。まあどちらかというと、まあ2番手3番手のネタなのかなっていう感じはしましたね。とっておきではないなって。まあ今回のやつなんか特にかなり雑と言いますかね。辻褄合わせに苦心してるっていうか、まあそれでもね、突っ込みどころがあるし、まあところどころ雑だなと思うところはあるんですけど、まあそれでもね、そんな、プロットでも最低限ちゃんとこうやって面白く見せられるし、まあ最後はね、ちゃんとこうひねりも効いてるんで、やっぱりね、見せ方がうまいな、ラストマンはって思いますね。まあどうしてもね、対比されちゃうのが、まあ明日月曜日ですよね。月曜日から月9ドラマの、風間公親、同じ警察官のミステリーとして、まあどうしても対比されちゃうんですよね。福山雅治に対して向こうは木村拓哉さんですから、まあ、どうしても比べられちゃうんですけど、まあ大きな違いはやっぱ脚本だと思うんですよね。シナリオの、クオリティだと思うんですけど、このラストマンね、今回正直シナリオのに関しては、ミステリーのプロットに関しては今一つ感はあるんですけど、それでもね、風間公親よりは随分マシだなと思いますからね。あと人間ドラマとか、あとこの二人のね、南と慎太郎の掛け合いなんかもとても魅力的に描かれているので、この二人、やっぱりね、この二人で引っ張ってますからね、案外こちらの人たち、この、今田美桜さんとか、この永瀬廉さんとか、結構い、ね、結構人気役者さんとか使っているんですけど、
本当にもうサポートというかね、サブに回っちゃってて、やっぱりこの2人のドラマで見せていくっていうのが、いいなと思いますね。そこら辺の手腕もね、長けているというか、こう、ゲスト頼みじゃないっていうかね、あくまでもこの2人でメインに、描いているっていう。で、ラストの方でですね、この南が、この京吾にですね、2人で会って、直接お願いするんですよ。それがね、41年前に起きた渋谷区の強盗殺人事件。まだこうもう古い事件なので、デジタル化されていないんですよ。なので当時の捜査資料が、まあ、資料庫に保管されているので、その資料庫の資料を捜査資料を当時の捜査資料を確認したいと言ってるわけですね。はい。それをなんとかこう、京吾さんお願いできませんかと、あなたの力でお願いできませんかって言ったら、まあ分かりましたと、そのように取り計らいましょうということで、ちなみにこの41年前の渋谷区の強盗殺人事件は、被害者は南の両親なんですね。お父さんとお母さんです。で、41年前設定ですから、今南って何歳でしたっけ、50過ぎなんですかね。41年前だったら、まあおそらく小学校ですよね。で、南はですね、この事件が原因で失明しているんですよ。だから小学生ぐらいの時に事件に巻き込まれて失明しているわけですよね。だから結婚した時はもうすでに失明していたわけですよ。はい。で、そのことをどうしても調べたいと。で、犯人ももう、逮捕されていて、最初はですね、捕まった時は全面的に否定していたのに、途中から手のひら返すように全面的に自供に翻ったということで、一体どんな心境の変化があったのか、犯人は何なのね、まだ犯人は誰なのかとかそういうのは一切出てこないんですけども、この慎太郎のお父さんですね、無期懲役囚なんですけど、彼なんですかね。実はこの事件を起こしたのは彼なんですかね。南の両親を殺したと目される事件の犯人、無期懲役囚が慎太郎のお父さんっていうことなんですかね。慎太郎は、まあ、結局こういうことが起きたから、自分の父親のことは目を向けてこなかった、自分の父親が犯した事件に対して目を向けてこなかったから、南のことも知らなかったっていう可能性はありますよね。彼はもう父親とは完全にもう決別しているというか、縁を切っている。もう縁というのはその戸籍上の縁とかそういうことではなくて、精神的な縁も切っている。つまりもう全く赤の他人で、もう興味ないし関係ないし、まあ、できたらその父親が起こした事件については知りたくないということで目を背けているからこそ、まあ、被害者のことを全く知らないっていう設定であれば、まあ、南がその殺された、被害者の息子であるってことも知らないってこともね、十分に考えられるし、ただ南は知ってますもんね。南が、慎太郎が自分の両親を殺したかもしれない犯人の息子であるってことは知っているかもしれないってことですよね。知っているかもしれない。もっともまだ分かんないですけどね。南の両親を殺した犯人が、慎太郎のこの実の父親かどうかっていうのはね、まだ現段階で分かってませんけど、まあでも多分そうなんでしょうね。全く別件ですかね。だから、南の事件とこの事件が別件なんですかね。あと残り5話で、その2つの事件が語られるとはちょっと考えにくいので、もう5話まで来ちゃってますからね。次回6話になりますから。やっぱり、慎太郎のジップが、この南のね、事件に絡んでいたとか、まあ当時の真犯人とされていたけども、南は南で、慎太郎のお父さんが真犯人だとはちょっとない、思ってないというか疑っているんでしょうね、きっと。冤罪ではないかと。でも全面的に自供に走ったのはどうしてなのか、それを調べたい。そのために今回アメリカから日本にやってきたっていうね、流れだと思うので、さあ次回からね、この慎太郎の、まあ、この事件がですね、
だん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 こう語られていくようになるのかな、踏み込まれていくようになるんじゃないかなと思いますよ。これ面白いですね。やっぱりこう、一つの、これ一話完結ですけども、まあ、こう、最初から最後まで通して、一つの大きな謎を追っていくっていうのはね、やっぱりこう必要だなと思いますね。完全一話独立型だと、なんかやっぱり一話一話がどうしても薄いですからね。ミステリーだけどかなりこう、お手軽ミステリーになっちゃうんで、まあ途中でやっぱり飽きが来ちゃいますけど、まあ大きな謎を一つこうね、全話を通しての大きな謎を少しずつこう解き明かしていくっていう形であれば、僕たち視聴者の興味も引っ張れるのかなっていうことで、風間公親はね、それがないんですよね。全体を通しての謎っていうのはないですよね。あったっけ？別にないですよね。風間公親にはね。そういうの作ればね、いいのになと思うんですけど、まあそこら辺やっぱりね、黒岩さんが手掛けているだけあって、ラストマン。ミステリーとして、やっぱ抜かりがないですよね。はい。というわけで、次回のあらすじも一応チェックしてみましょうかね。護道家の別荘で、聖司の誕生日パーティーが開かれたお父さんですね。南も慎太郎も共に描かま、まね、まぬかれる、まね、まぬ、まぬかれるが、慎太郎は護道家の輪に入ろうとしない。そのパーティーの最中、東京郊外の別荘で立てこもり事件が発生する。犯人は別荘の所有者で、警備会社社長の菊池、高島正弘さんですね。菊池は自分の妻と娘を人質にして現金10億円を要求する。南は交渉役に名乗り出て、慎太郎は菊池の指示で10億円を調達することになった秘書を追うことに。人質となった犯人の妻が怪我をしていることを知った南は、周囲の制止を振り切り、単身で別荘に乗り込む。そこで自分が妻の代わりに人質になることを提案する。そんな中、政治と京吾があることを画策していったと。おお、なるほどね。人質立てこもりですかね。変態紳士、高島正弘さんっていうことでね。高島さん、僕も結構好きな俳優さんなんですけど、まあ、どんな風にね、展開していくんでしょうかね。まあ結構毎回毎回手を変え、品を変えですからね。いろんなパターンのミステリーを見せてくれて楽しめますよね。はい。まあ、ラストマンはね、今回この TBS の日曜劇場、結構いい感じですよ。なんかここ2、3、このしばらくちょっとね、大丈夫か日曜劇場と思うぐらいにつまんないドラマが続いてましたけど、ちょっとラストマンで持ち直した感ありますね。それはね、視聴率にも出ていますよ。はい、というわけでね、ティビマガさんからもいつもね、データをお借りしているわけなんですけど、ラストマンですね、前回視聴率チェックしますと、はい、前回ですね、12.4%ということで、3話から上がってますね。0.4ポイント持ち直してます。いやー、そんな、結構ね、もともとこう、視聴率が高いわけですけども、ここ最近はね、日曜劇場10%割るようなことが結構ありましたけども、結構ね、10%割っちゃったりしてましたけども、いや、余裕で10%超えですね。まあ、本来の日曜劇場の視聴率を取り戻している感がありますけどね。ただもう時期、もうあれですかね、なかなか19%とか18%とか20%超えっていうのはなかなかやっぱり難しくなってきましたかね。まあ、TVer で見てる方も多いですからね。あとやっぱりこの TBS のこの枠は、まあ、固定ファンがいるんでね、まあ、特に年配の方だと思うんですけど、固定視聴者層がいるから、やっぱり強いですね。他のドラマに比べて、視聴率は高いんですが、まあ、今回は、それを差し引いても、多分、じゃあこれが、ラストマンが月9、もしこれ月9だとしたら、ね、風間公親が日曜に来て、ラストマンがもし月9に来ていたらどうなってたのかなって、ちょっとそれね、気になるところですよね。ラストマンは月9に来てても、結構10%の以上の視聴率、まあここまではいかないでしょうけど、10%以上はキープできたんじゃないかなと思いますからね。まあもちろん風間公親もね、この枠に入ってたら、まあ余裕で10%はね、いってたと思いますけど、どうなんで、まあ、
純粋に対決したら、同じ条件で対決したら視聴率はどちらが上なんでしょうかね。まあ純粋にシナリオがね、圧倒的にやはりラストマンの方が優れてますから、やっぱりラストマンなのかなと思いますけどね、ただ風間公親の方はね、やっぱりシナリオに難があるんでしょうね。あの順調に右肩下がりですからね、一回も視聴率、上向いてないので、こちらね、下がってはいますけど、一回取り戻してますからね。さあ、まあ、第5話。どうですかね。またちょっと落ちるんじゃないかな、第5話は。まあ、なんとなくですけど、固定視聴率が、多分 12% 前後ってとこですかね。12% 前後、これから行ったり来たりするんじゃないかなと思いますよ。はい。で、後半から、太い謎ですよね。要するに南の両親が殺されたっていう、誰に殺されてどのような動機だったのかっていう謎が明かされていくので、終盤からね、後半から視聴率がまたね上がっていくんじゃないかなって思いますね。はい。まあそんなわけでね、まあ半ば折り返し地点をね、大体他のドラマ含めて折り返し地点過ぎてますからね。どうなったのか、これからどうなるのか、視聴率の方もね、チェックしていきたいと思います。はい。なんかね、視聴率の話をすると、結構怒る人がいるんですよね。なんか視聴率、嫌いな人いっぱい、結構この世の中多いですね。なんか視聴率すると、視聴率は関係ないって、視聴率で、ドラマを見るな、測るな、みたいなこと言う人いますけど、視聴率で測ってるわけじゃないけど、視聴率っていうのは、まあ一つの基準っていうかね、どのぐらいの人たちの関心があるのかっていうね。まあそれは別にこの TVer で見てるからとか言うんだけど、そういうことではなくて、落ち込みとか伸び率とか推移ですよね。推移を見ることで、今の世間の人たちがこのドラマに対してどのように反応しているかっていうのがわかるっていうことで、まあそのためのチェックであって、別にこの視聴率でその作品のことを評価しようとは僕自身も思ってないので、まあそこら辺はね、ご理解ください。あくまでも推移で、世間の人たちがそのドラマに対してのね、評価どうなっているのか、ね、見方がどうなのかとかね、まああと思考ですよね、好みとか。そういうのも、まあ、視聴率っていうのを見ていけば、ある程度見えてくるものがあるので、そういった意味でね、視聴率は一応見るようにはしています。はい。まあもちろんね、ドラマのクオリティとか面白さっていうのは、視聴率で測れるものではないですよね。まあ人それぞれですからね、面白い、つまらないっていうのは。僕はラストマン面白いと思ってますけど、いや、どこが面白いんだって。ミステリーとしても、荒だらけで雑すぎるし、一体どこがいいんだみたいなことを言う人も中にはいますから、まあ本当人それぞれだなと思いますね。まあ正直ね、まあ僕もね、ラストマンがじゃあ優れたミステリードラマかって、他と比べてですよ。他の一連のいろんなドラマのミステリードラマの中で、じゃあラストマンが飛び抜けて優れているかって言ったら、そうは思わないですね。思わない。まあどうだろう。中よりちょっと上かなぐらいですかね。本当に中のちょっとだけ上って感じですね。風間公親は、中のちょっと下かなっていう、そんな感じですかね。はい。というわけで、第6話もね、楽しみというか、まあまだしばらくはね、まあラストマンはね、最終話までコンプリートというかね、完走できると思います。問題はね、アンノーンとかですね。アンノーンとか、あとペンディングトレインですね。ここら辺結構ちょっと厳しいかな、なんかね。あと、まあ、あなたがしてくれなくてももう結構厳しかったんですけど、ちょっと面白くなってきたのかなってとこですかね。まあ、今回ね、申し訳ないけど何度も言ってるんですが、ハルクールのドラマは個人的にはね、低調かなっていうのがあるので、まあ、今もう早くもですね、夏クールドラマに期待している、そんな感じになっております。はい。というわけでね、僕の動画で、チャンネルではね、このように、まあ、ドラマと、あと映画ですね。映画なんかもレビューしていますので、ぜひチェックしてください。次ね、レビューする映画はね、先日見てきた、少年と犬という、SF 映画ですね。これね、1970年代に制作された映画が、今ね、シネマート新宿でリバイバルやってるんですよ。でそれを見てきたので、そのレビューもしたいかなと思いますので、近いうちにあげたいと思いますので、皆さんぜひチェックのほどよろしくお願いいたします。ということで。はい。あ、そうそうそう。猿之助さん。ちょっともうあれですよ。このドラマの話はここで終わりですよ。猿之助さんの事件ね、
あれ結局もう自殺ってことだったらしいですね。お父さんお母さんは自らの意思で、まあ、薬を飲んだので、まあ、猿之助さんには殺人の疑い、まあ、殺人の嫌疑はなんかないみたいな感じにはなってって、まあちょっとほっとしはし、あのよかったよかったっつったら言い方悪いですけど、やっぱり息子が手をかけるっていう最悪の結末じゃなくてよかったなと思いますね。ただね、法律的にどうなるんですかね。まあ殺人ではないと思うんですけど、かなり大量の薬を飲まれてたわけですね。今ね、いわゆる向精神薬で服毒自殺ってなかなか難しいんですよ。かなり大量の量の薬を飲まないと、そうそう死ねるもんじゃないんですよね。まあでも死んじゃったわけですから、二人とも相当な量を飲んだってことになるわけですよ。まあいわゆる致死量ですよね。だけど、それだけの量を飲むとなると、まあ本人に死ぬ意思がなければ、無理やり飲ませるってことになるわけだからね。まあ当然、外傷が、まあこう、押さえつけて、もがいたりするところを無理やり口の中に突っ込むわけですから、まあ、そうなればね、外傷も残るわけですからね。まあ殺人ってことになるけど、まあそういった不自然な外傷みたいにも認められなかったっていう話なので、まあ間違いなく、ほぼ間違いなく、ご自身がご自身の意思で、それらの薬を飲んだってことになるわけですけども、ただ問題は、そんだけ致死量の薬って言ったら相当の量だと思うんですよね。薬局行って買えるわけではないんでね、お医者さんの処方箋とかも必要になってくるんで、そもそもその薬を一体誰がどんな経緯で手に入れたのかって、調達したのかっていうのが、これからの争点とかポイントになってくるでしょうね。もし猿之助さんがそれらの薬を用意して、さあ飲んでこれを使って心中しましょうってことになると、やっぱりちょっと幇助とかね、まあ幇助とかそういうことになっちゃうのかなっていうことで、まあそうなるとね、まあ実刑ももしかしたらあり得るのではないかと。はい。まあ殺意はなかったんでしょう。自分の手をね、自分が手をかけるということはなかったにしろ、それだけのね、薬の出どころですよね。誰が一体どのような形で用意したのかってことによっては、もしくはそれがね、猿之助さんが絡んでいたとしたらですね、猿之助さんが、まあ、一家で話し合いをして、家族会議の上で、じゃあ三人で死にましょうと。ね。もうこれ以上歌舞伎界に迷惑かけるわけにはいかないから、まあ、とりあえず三人で命をささ、もう心中しましょうっていうことで、一致団結して、それに対して猿之助さんが薬を用意したとかになっちゃうと、やっぱり、おとがめなしってわけにはいかないでしょうね。と思いましたね。どうなるんでしょうね。まあ、今後のね、動向なんかも見守っていきたいなとは思いますけども。まあ、でもあれだよね、猿之助さんの事件によって、ちょっとだけ、ジャニーズのニュースが、まあ、注目がね、猿之助さんのに向いてしまったっていうのがあって、まあでもあれですよね、ジャニーズの件といい、猿之助さんの件といい、重なるときはなんでこう重なるんですかね、大きな事件っていうのはね。それも似たような事件、要素があるじゃないですか。性加害。要するに、同性に対する性加害っていう意味では、まあちょっと猿之助さんもそういうのあったみたいですしね、ジャニーさんもそうですから、なんかこう、共時性といいますからね、シンクロニティっていうのがありますよね。はい。まあでもちょっと本当狂ってますよね、芸能界って。案外でもあれですね、芸能界の人たちの方が、芸能人の方が心臓に毛が生えてるじゃないけども、ジャニーズなんかも含めてですね、やっぱりこう肝が据わってるっていうか、まあ、それを思うと猿之助さんちょっと弱いって言ったら失礼だけど、弱いですね、やっぱりね。もうこの一家で心中しましょうって、まあそれは性加害なんでね、それから大恥かくし、それなりには糾弾されたり叩かれたりはするでしょうけど、それが嫌で両親ともども死を選ぶっていうのはね、案外こう繊細なんでしょうね、きっとね、一家揃って。まあそれはそうですよね。芸能界とか、まあ、ジャニーズっていうのはどちらかというと恵まれない家庭の人たち多いですからね。恵まれない人たちが成功してそこからのし上がっていくっていうのが、まあ、芸能界に対して、いわゆるああいう歌舞伎とか梨園っていうのはもう元々家柄が良くて恵まれた状態でスタートしてますからね。
役者になりたい。ね、別にその歌舞伎役者なのに、普通にテレビのドラマの結構重要な役どころじゃないですか。あ、そういえばさ、そう、とても気になっているのは、この猿之助さんが今度出演される緊急取締室っていうね、天海祐希さん主演の、今度劇場版の映画がある。あれ、人気ドラマだったらしいんですけど、あれがね、6月に劇場版の映画があるんですよ。あれもうね、予告編バンバンかかっていて、それで、猿之助さん出てるんですよ。予告編も僕何度も見ましたけど、多分猿之助さんね、内閣総理大臣役だと思うんですよね。で、結構、まあ、役どころとしては超重要な役なんですよね。今回の主人公の敵役になりますからね。それ猿之助さんだったんですけど、予告編流れてるんですから、6月公開だからどうなるんですかね。さすがに、どうなんだろう。犯罪にならなければ、犯罪にならなければ、ですかね。でも、性加害の告発ありますからね。性加害告発があると警察も動くのかな？でも、ジャニーさんの場合動いてないですからね。あれ、ジャニーさんの件なんかも警察とか検察なんで動かないんだろう。それはね、ジャニーさんも亡くなってるからっていうのはあるかもしれないけど、でも、例えば、組織ぐるみで隠蔽していたりとか、見て見ぬふりしていた人たちもいっぱいいるわけでしょう。まあ、特に組織として隠蔽してたとしたら、そこら辺で警察は動いたりしないんですかね。で、今回の性加害、まあ、同性に対する性加害の猿之助さんの件も、これ警察とか検察は動かないんですかね。もし動くならね、きっと映画の方もお蔵入りとかなっちゃうでしょうね。まあ、延期ってことになるでしょうね。まあ、もし劇場公開するのであれば、猿之助さんの出ている部分だけは、まあ、撮り直しってことになるでしょうね。まあ、どのくらい出ていたかにもよるでしょうけど、まあ、かなり重要な役どころなので、猿之助さんが出ている部分だけをカットしてってわけにはいかないんで、まあ、猿之助さんが出てたとこだ、部分だけは撮り直しってことになるでしょうから、まあ、でも、どのくらい出てたかにもよるけど、まあ、でも、やろうと思えばできますもんね、それね。さあ、どうなるのかね。ちょっと、緊急取締室の動向も気になるところではあります。はい。すいません。関係ないお話でした。以上、ミステリー作家の七尾よしでした。